はい皆さんこんにちはカンですということでねまあ、今日はですねこのベアトリスを紹介していきたいなと思います僕のチャンネルではまっ、あ、け的かつまあ、強い編成とかも紹介しているのでまあ、興味のある方はぜひチャンネル登録してくださいまあねこのベアトリスねこれ今だけイメチェンカラー付きなんですよまあ、イメチェンカラー付きがどんなんかっていうとこのほら水着みたいなのあるじゃないですかもうこれ他のね水着 これは、まあ、あの、通常なんですよ。通常状態でイメチェンで変えると、こんなめちゃめちゃ服着るんですね。<laughs> でもこっちの方が可愛いよね、普通に。はい。まあ、このベアトリスね、マスターコード適性持ってて、まあ、グラスコートのキャラですね。はい。まあ、グラスコートのキャラなんで、まあ、どうなるか、まあ、それとどんだけマッチするかですね。はい。まあ、リーダースキルがね、あの、ま、失点と、えっと、得点時、まあ、スタミナ回復するっていうもので、まあ、得点した時は50回復、失点した時は10回復っていう感じで、 まああの、普通、普通です別にリーダーにしても石戦でもいいしみたいな感じですね。で、オートスキル1がスタミナが緑色で魅了、未了暗闇向こう。あ、これいいですね、割と。あの、初手のリリカとか、初手のサクラに対して結構動いていけるかなという感じです。ほんで、暗闇向こうということであれば、私の好きなジュダがまあ封印されています。はい。<laughs> まあダメージは与えれるけど、暗闇向こうやと結構厳しいとこがあるよね。まあまあまあ。 いいよね。暗闇向こうって普通に、暗闇ってなんか地味と、なんか鬱陶しない <laughs> マジで。暗闇レベル4とか5ぐらいやってくるともうなんか戦うの嫌になるぐらいくらいやんか、あれ。だから暗闇向こうっていうのはすごい優秀なスキルやと思う。で、オートスキル2が相手に与えた打球ダメージの50%を回復。これ特殊状態中は100%回復。お、ええー、ね。お、めちゃめちゃええわ、これ。まあ50、50%回復するっていうことで、まあ、結構あの、体力的にずっと、 体力を緑に維持することができますね。なので、ま、ラケットでね、ダメージアップのラケットを持たせると、余計度いっぱい回復するんじゃないかなと、僕は思っております。はい。まあ、あのー、だから100ダメージ受けたら50回復するっていう感じなので、まあ、多分100ダメージは出ないんですけど、まあ、50ダメージ与えたら25回復する。ほんで、自分の受けるダメージが25以下であれば、ずっと、 体力満タンでで折れますすから結構いいですよねなんか靴もスタミナ消費カットの靴剥がしてくださいねスピンボレーカットとかねスピンボレーで30%カットとか1 2分の1の確率70えじゃあ50%の確率で受けるダメージマイナス75%とかまあそういうのをまつけていただくと、まあ、結構あのずっと体力が満タンで折れるのではないでしょうかまあこういう感じですね、まあ、ジュダもねスタミナ緑の時に あの相手に与えたダメージの50%を回復するっていうオートスキル持ってるんですけど、まあ、相手に与えるダメージが66に対して自分が受けるダメージマイナス5じゃないですかほんで相手にまあ66与えてるからまあ回復がねあの30ぐらいするとほんだらもう一生体力枯れないんですねこんな感じでまあベアドレスもこんな感じに、まあ、ラケットを厳選するとまあこんな感じになるんではないでしょうかはい続いて SS スペシャル返球時打球に 打球の一部付与効効果をを無効するロブあ強いやんめちゃめちゃこれはめっちゃ強いやん <laughs> だからやっぱりダメージ減性のラケットを持たすことができるよ、ねまあなんでかっていうと相手が封印ラケット打ってくるやんかほんでそれをあのシルビアラケットとかで返すやんか普段やったらなでも付与効果無効やからもう別に、SS、封印効かへんししかもなんなら SS ゲージプラス15%するからだからもうあのシルビアラケットとか は全然持たせなくてていいいいいっていうねめめちゃめちゃゃいいよ、ね、ほんであと、まあ、ミュウエは別にグラスコート来んけどあの,あの決戦ミュウエねあの縮小とか食らわへんかったりだとかまあいろいろ便利よね普通に打球号が向こうっていうのは、うん、あれ次、えー、特殊状態中ポイント開始時と5打球ごとに取得でスペシャル獲得の本が出現はいはいはいこれ真ん中らへんに出てくるっぽい ほんでスペシャルは、打球時に扉渡りギミックのボール転移先を変化させ、返球時相手のラケットを弾くロブ。あ、結構いいですね。なんか SS 打ったら、なんかめちゃめちゃ転移ギミック出んねんけど、それのまあ配置が変わるっていう感じやで。ね。ほんでまあ、ラケットを弾くロブっていうことで、まあ結構、まあラケット弾きって結構いいのでね、誰も対策できるキャラって今んとこあんまいないので、まあ、打球後が向こうのキャラぐらいなんで、 まあ、割と使えるんじゃないかなと思います。はい。ほんで、スーパーショットなんですけど、まあ、本出現。まあ、さっき言った本ですね。アンドスタミナ150回復、アンド40秒間打球を転移させる扉渡りギミックを設置し、特殊状態のオンザラインショット。あ、いいですね。まあ、40秒間の特殊状態っていうのが結構いいですね。これ、スタミナ150回復するので、もう体力がずっと緑っすね。もうずっと満タンですわ。 だからまあ靴でね、あの緑の時にスイングエリアプラス7%パーとか10%パーとかそういう靴履かせるとまあスイングエリアも広がるっていうね、もうあの黄色,いかな黄色とかになること多分ないんじゃないかな。ほんでまあオンザラインショット、これ普通に強いよね。普通に、オンザラインの得点力って半端ないからマジで。ほんでまあ状態中、打球が低バウンド、アンドダイレクト向こう。 アンドスイングエリアプラス15%アンド1番のゾくパラメータープラス50%えー、ええー、めっちゃええやんこれ多分あれやね、キャラスキルのこの返球時相手のラケット弾くロブを返すっていうやつがあんねんけど、まあ、それで相,相手をのラケットを落とさせて自分はボレーエリアで走っていって低バウンドボレーとかで決めると結構いい感じな気がしますねほんでこれ低バウンドとダイレクト向こうの組み合わせが割といいですはいダイレクト向こうやと あのー、なんていうか、あの、スピンで、中英付近でスピンでなんかボン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 打てるんですよ。それがあることによって、相手はなんかずっとドキドキのペースが速くなるんですよ。え、なんか普段やったらワンバウンドしないとダイレクトになってしまうんですけど、ワンバウンドしてからのスピンと、ずっとダイレクトの位置からの中英ぐらいからのスピンって、もうほんまに、来るスピード1.5倍ぐらいちゃいますから、結構ずっと、何、ドキドキしてなあかんし、この扉、 渡りギミックで結構どっから来るんやろうっていうこの翻弄をすることができるのでまああの結構まああの相性良くていいんじゃないかなと思っておりますハネスニゲールやプラス15%やからまあめっちゃ広がると一部除くパラメータプラス50%これも普通に優秀ですねまあ、ってな感じでまあこれは今から使っていこうかなと思いますはいまあねベアトリスまあ相手に使われてみたっていう感じですねちょっとね 僕ベアトリス当たってないのでちょっとダブルスでねこれ絶対なんかリゼロキャラ使えるみたいなそういうイベントでまあ使われてみてます、はいまあ、2戦目はね僕が使ってるバージョンもあるんですけど僕はあの使うの下手くそなんで <laughs> まあさっきに使われてる方を使ってる感じですはいまあねあの皆さんの意見的にはあのベアトリスシングルスではだいぶあのこの今回のリゼロキャラの中で一番弱いかなと言われておりますはい まあで,でもダブルスやとね、こんな感じで結構うざいんですよ。こう、めちゃめちゃ転移するから。あと、低バウンドっていうのがあって、やっぱ前衛に行くと普通に強いと。だからラムが結構強いよね。<laughs> あと、レムも普通に強かった。ちょっと、結構ね、この、このダブルス、俺、ダブルスを普段やらない俺がね、ダブルスを10戦もしたっていう、素晴らしくないですかあ、10、10勝や、10勝もしたんですよ。ほんま。ベアトリス全然出に来てね、ほとんどレムラムなんですよ、出るん。びっくりすんだよ、ほんま。 ほんで、このエミリアの、あの、何パックに取らしたやつ、結構取りにくいよな。あれの取り方、ちょっと、極めたいな。<laughs> まあ、相えて、そんなうまくは使えてないかな。どうなんやろな。ただ、まあ、普通に、この、ベアトリスと、えっと、パックの子。<laughs> エミリアか。エミリア、この2人は結構ダブルス用のキャラたちやから、まあ、結構、強いかなと思う。ダブルスやったらね。 だからまあみんながこの2体を持っているのであればもうこのキャラをセットしてダブルスに行くといい感じです、まあ、僕の場合は、ね、レムラムやので、まあ、ダブルスではちょっと微妙、まあ、強いんですけど、まあ、あのソラベアトリスとエミリア方が結構強かったりするのであの僕はあの何お任せのキャラで行っています、はいまあ、リリカをセットして普通にラムとかにしてもらっている感じですね運営さんに、はい、あとオン・ザ・ラインショットがやっぱ強いね。普通に これいつもにかめちゃめちゃ巻き返されてるし <laughs> そう。このギミックが強い。こうやって転移するからね、割と。ただ、これがンザとかに落ちるっていうことはないから、まあ、それがちょっと微妙な点よね。あの、誰やったかなあれ覚えてるあのー、エレノア初期エレノアさ、スピンかなんかで打ったらさ、ギミック出るやん。転移ギミックで出るやん。あれに向かってスマッシュを打ったら、 だ結構外側に行って、オンザライン気味に行くねんけど、このベアトリスの転移ギミックは全然あの外側に行かへんから、もう内側にしか行かへんから、まあ,あの腹パン、腹パン用意から割と。そこがちょっと弱いとこなんよね、ベアトリス。まあそりゃ、情報来るやろうって言われるだけありますよね。<laughs> まあでも、それでも結構ね、グラスの、 あのー、何キャラたちとの相性はまあ割といい方なんじゃないかなと僕は思っておりますまああの魅力向こうやったりな暗闇向こうあれ結構僕的にはあのー、何高得点ですよ <laughs> ほんでまあ体力もずっとギアさえ厳選しとけば体力もずっとねあの持つので、まあ、ダブルスやったらね多分そういう僕がさっき紹介したダメージアップとダメージカットであったりとかはできないと思うんですけど、まあ、ダメージカットはできるかまあでも うん、シングルスやーの方法が結構強いかなほんでベアトリスで SS 打ったら低バウンドやからちょっとボレーに行かなあかんっていう普段ダブルスやらん俺がボレーなんか行くともう大変なことになるので <laughs> まあ僕は使うんちょっとあれなんですけどまあ普通に強いんちゃうかな低バウンドが普通に強いもんなうんうんまあこうやってギミックでもうボンボン行く感じやねおうおうおうお <laughs> あれ <laughs> ちょっとなんか 謎に抜けただけやった。て <laughs> かベアトリスこの服装じゃなくて、mh の方の服装でちょっと試させて欲しかったな。あっちの方が断然見た目。いいやん。思わん。ちょっとこれ軽ぶっちゃった。ダブルス難しいわ。全然 ss 飛んでくるタイミング把握できひんねん。もうマジで。<laughs> まあまあこの試合で別にベアトリスが生かされてるとか、そういうわけではないねんけど。まあ一応使ってみた動画でした。ということ。